新潟に生まれ新潟に育ち愛する新潟のために頑張っているんです。令和という新しい時代に再起動をするために、愛するふるさと新潟、そして横田めぐみさんの救出必ず成し遂げる。相手候補は当選するためだけにいきなり新潟にやってきた人であります。どっちの候補が新潟のためになるんでしょうか。仕方一郎しかないじゃありませんか。皆さん、政治が不安定になればこの拉致問題の解決も難しくなるかもしれない。そんなことだけは絶対にできない。仕方一郎。